ブルッセルのベールイ・アンドレイ・ベールイとは、ロシアの小説家、詩人、評論家である。本名は、ボリス・ニコライヴィチ・ブガイフ。ロシア後期象徴派の中心的人物であり、その実験的な作風や、独自の思論で知られている。幼年期のアンドレイ・ベールイ・モスクワ出身。モスクワ数学会長でもあった有名な数学者、哲学者であるニコライ・ブガイフ教授を父に持つ。 26歳まで、モスクワ中心部のアルバート通りで暮らす。彼が幼年期と青年期を過ごした家は、現在、米類の家博物館になっている。1891年から1899年にかけて、ソロビオフやブリューソフなども卒業している、ポリワーノフギムナジウムで学ぶ。文学に触れる一方で、仏教やオカルティズムにも親しんだ。 当時の米類に強い影響を与えたのは、ドストエフスキー、イップセン、ニーチェである。若き日の米類は、神秘主義的な芸術の雰囲気と実証哲学や、精密科学を結びつけようとしていた。彼が、モスクワ大学理数学部で、自然科学を選択し、ダーウィンを学び、無脊椎動物の研究をしながらも、芸術世界を迷子を欠かさず読んでいたことは偶然ではない。 ギムナジウム時代には、ソロビオフの著作を出版していた弟ミハイルと、親交があった。大学では、デカダン派に接近。1904年、パーベル・アーストロフタクで、アルゴー・ブネーの有志たちが集まる。このサークルのとある会議で、自由の良心という題で哲学と文学に関する、著作集を出すべきだという提案がなされた。そして1906年には、 その著作集が2冊出版されている。1903年、アレクサンドル・ブロークとの文通をはじめ、翌年には、地期の中となっていた。ベイ類はこの年に、成績優等で、大学を卒業している。1904年、歴史哲学科へ入り直すが、すぐ授業には出なくなり、助籍願いを出している。しばらくは、文芸史、天秤宮への寄稿に、 自分の人生を捧げることを決意したのだった。当時のベイ類にとって最も親しい友人とは、ブロークだった。しかしブロークは、自分の若妻であるリボーフィメンデレーエワをほとんど構わずにいた。彼はひねも好きの置けない女性たちと過ごすことを望んで、いたのだ。悶々とした日々を送るブロークの妻が、我が身の不平を囲つ相手こそ、夫と親しいアンドレーベイ類だった。 ベールイはことあるごとに彼女のもとを訪れていた。二人の若者が互いの愛を確認し合うのに時間はかからなかった。こうした関係は2年続いた。1906年、ブロークはこの三角関係を歌った有名な詩を書いている。この間、ベールイは自殺を考えたこともあったという。ルボーフィは結局夫とは別れなかった。失意のベールイは外国に立った。 二年以上を国外で過ごし、そこでベイ類は、ブロークとリボーフィに捧げた刺繍を二冊出している。その後ロシアへ戻り、アーシャ・トゥルゲーネワと結婚。1911年、彼女と共にシチリアやエジプトなどを回り旅行する。1912年には、ベルリンでシュタイナーと出会い、すぐに傾倒するようになった。それは、かつての作家ーサークルからの離脱を意味した。 ベイ類の才能を認める友人や読者は芸術家としての独自性が失われてしまうことを心配していた。しかしそれは急だった。10月革命の後、彼はモスクワのプロレトクリットで若きプロレタリアの作家に混じって詩と三分の理論を学んだ。この頃ベイ類は詩人としていくつかの著作を出している。また彼の理論面での主たる仕事であるシンボリズムも 同時期である。1917年、アーシャと離婚し再び外国へ。当時の詩にはこの別離の苦しみが読み取れるものもあるし、アーシャその人を歌った詩も多い。銀の鳩のカーチャには彼女のイメージが重ねられている。彼女の回想録は現在のベ類研究の重要な資料となっている。ベ類が亡くなったのは1934年のことで、ある。 銀の時代の詩人たちが音楽を詩上の表現形式だと考えていたように、米類ールイもまた音楽と詩や三文との関係を独自に捉えていた。長編小説、ペテルブルグは、ウラジーミル・ナボコフがユリシーズ、失われた時を求めてなどと並ぶ20世紀の傑作の一つに数えている。ありがとうございます。